はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。未だにねマスクは手に入らない状態が続いております。前に作らせていただいたマスクの作り方動画はすでに50万回に届く勢いで再生がされております。そのことがね、皆さんがねこれからマスクを作っていこうというね強い意志がとても伝わってきます。そしてその中でね、皆さんからいただいたたくさんの情報、そして改善点をもとに改訂版を作らせていただきました。こちらがね最新版のマスクになります。ではその作り方を見てください。どうぞ。はい、こちらがフェルトタイプのキッチンペーパーです。こちらを1枚使っていきます。この1枚を使っていきます。はい、こちらがクラフトペーパー帯です。よくねラッピングなんかに使う中にワイヤーが入ったものです。はい、こちらが両面テープです。太さは10ミリから15ミリぐらいのものがよろしいです。はい、こちらがストッキングです。こちらも100円ショップでもコンビニでも売っております。こちらがエアコンフィルターになります。はい、こちらがカットするねハサミです。はい、では始めていきます。まずねこちらポリエチレンの手袋、これをしていきますが、これってね、皆さんご存知だと思うんですが、こうやって手やると、スルッとすぐ脱げちゃうんですよ、作業をしてると。なので、これを脱げないようにしていきますね。まず、この根元のところを、このようにギュッと引っ張ります。そうすると、これがですね、このように、手を入れた時にここが閉まって、脱げにこれ以上ほら脱げなくなる、もう脱げなくなりますので、これで作業はとても快適にしやすくなりますので、このようにしてからやっていきましょう。はい、では始めていきます。まずですね、作りたいマスクのサイズを決めます。通常サイズの大人用ですと横17センチ縦8から9センチのサイズになります。でその例えば、これが今ね、横23センチ、縦が24センチありますね。そして、このね、縦のサイズって、実はプリーツを作っていくんで、そのプリーツの折り方で、だいぶこの調整ができるんですね。だからまあ、このままでも大丈夫です。ただ、横のサイズなんですが、こう測った時に23センチですね。実寸、まあ、17センチで作りたかったら、その作りたいサイズプラス3センチ。ここ覚えておいてください。作りたいサイズプラス3センチ下、3センチだから今回20センチですね。20センチのところでカットをします。はい、カットができました。そしたら、このこっちのね、カットしたキッチンペーパーは必要ないので、横に置いておきます。そしてこちらのキッチンペーパーを、まず、このように、両面テープを貼りますね。そしたらここでカットをします。ちょっとひっくり返して反対側にも両面テープを貼ります。はい、そしたら両面テープを剥がして、これを折り返して貼りますね。そしたらこれ反対側も両面テープを剥がして折って貼り付けますね。そしたらですね、こちら側にもう一度両面テープを貼ります。そしたらこの両面テープを剥がして、このクラフトペーパー帯をこのちょうど真ん中に貼りますね。これ今20センチなので10センチのところですね。クラフトペーパー帯を折って広げると真ん中がわかりますので、
そしたらここのね、ちょうど10センチのところですね。それでね、これを貼るときになるべくこのヘリじゃなくてこの折り目の向こう側の線のところですね、その近くに、貼ります。こういう状態ですね。はい、そしたらこれを折り返します。で、貼ります。そしたらこれをね、裏返しにして、このように折り目をつけますよ。ですか？折り目をつけたら、広げたら、今度この真ん中に向かってこの両サイドを折ります。はい、そしたらこれを広げますね。広げたら、これを逆さまにして、この内側にですね、このエアコンフィルターをこの内側のこのサイズ、ここのね、折り目の中ですね、折り目の中のサイズにカットします。して貼り付けます。いいですか？これをカットして貼り付けますよ。はい、このようにエアコンフィルターをカットしました。そしたらですね、ここに、両面テープを貼るんですけれども、この両面テープはこの約半分で OK なので、この長さを測ったら大体の長さで大丈夫ですね。あんまり長くなりすぎない方がいいです。ちょっと短めぐらいでいいかもしれません。そしたらこの半分に切ったや両面テープをここのね、マスクのここに貼り付けますよ。このような、はい、この両面テープを剥がして、エアコンのね、フィルターのここに粘着面がありますので、これこのようにここを剥がして、でね、ここにエアコンフィルターを貼り付けます。で、僕は実際にこのエアコンフィルター付きのマスクをしていて全然問題はなかったんですが、このマスクでこのエアコンフィルターをするとね、頭が痛くなるという方も、本当に、まあ、いらっしゃいました。なのでこれに関しては、賛否両論ありましたので、ご自身の判断にお任せします。ただまあこれがあった方が、いろいろと PM2.5 とか花粉とかそういうものを防ぐことはできます。はい、そしたら先ほどつけた折り目ありますね、まあ、上から見るとちょっと分かりづらいんですけど、この後ろ側見るとついてます。この折り目を持って、このようにここのね、最初折り目、ここの分かりますかね、ここのヘリありますよね、折ったヘリのところに、このように持ってここを折ります。このように折り目に沿っております。いいですか？このようにですよ。そしたらこの今度真ん中につけたこの折り目ありますね、この折り目を持って、そしてここでこの折り目のところに、またここの2番目の折り目のところの線に合わせて折りますね。3番目の線、折り目、この折り目も同じように折るんですけど、この時はちょっと深めに折ってもいいと思います。そうするとこのような状態になりますね。このような状態になります。いいですか？で、ここでちょうどね、今ね、これで9センチです。だからこの折り目を深く折るともっとちっちゃいマスクになるし、浅く折るともうちょっと大きいマスクになるということですね。この縦幅がですね。そしたらここをハサミで押さえていきましょう。
そしたらここの部分に、両面テープを貼ります。いいですか。このように両面テープを貼ります。そしたらここで、両面テープをカットしますね。カットしていいと思います。はい、いいですか。ではこの反対側にして、こちら側ね、またこのように押さえといて両面テープを貼ります。はい、このような状態です。そしてここのね、上にここに、今クラフトペーパー台が入ってます。はい、そしたらですね、ここで耳ゴムを用意します。はい、これストッキングですね。ストッキングのこの太ももの根元でバッツリとこう 切りました。はい、それでね、僕ね、いろいろとこれ検証しました。でね、ストッキングって僕は男だからあんまりよく分かんなかったんですけど、このね、ももの方に行くに従ってやっぱりストッキング太くなってるんですよ。で、この足首の方に従って細くなってるんですね。それで、まあ大人用を今作ってるじゃないですか。大人用のマスクはこの太ももの方のここの部分、ここを、そうだな、1センチでカットして大丈夫です。子供用だったらこの足首の方を使うんですよ。大人用はこの太もものあたりを使います。そうするとね、こう輪切りになってるんで、このようにストッキングってこの輪ゴムみたいになるんですね。ですか、これ輪ゴムみたいになります。これを耳ゴムに使っていきます。はい、そしたらですね、この先ほどの貼った両面テープですね、これを剥がします。ですか。そしてここのね、ヘリを、ちょっとね、このように折ります。このように折ります。いいですか。はい、そしたらね、ちょっとここから素手でやります。よく消毒してあります。このようにストッキングを伸ばした状態にして貼り付けたら、ここを折り込みます。このように折り込みます。いいですか。はい、そしたら反対側も、そしたらこのヘリをね、このように折って、で、ストッキングのゴムを伸ばして、貼り付けたらここで折り込みますよ。はい、折り込みました。これで、マスクの完成です。ですか。これだとね、結構ね、両面テープも最初の時よりははるかに使わないです。今ちょっとつけてみます。はい、これで完成です。はい、こちらができたマスクです。ではちょっとつけてみますね。すごい、めちゃくちゃ快適です。ここの部分もフィットします。
さっきちょっと折り込み入れましたよね。折り込み入れたことによってここ折りましたよね。これちょっとね、その折り込み入れたことによってこの耳ゴムが今までこの外側から出てきてたんですけど、この内側から出てきてこの、ね、よりフィット感が増してます。あとこのねストッキングがすんごいベストです。あのね、もものところが大人用で足首のところが子供用です。これね、それでぴったりです。何度も試しましたけどそれがぴったりです。ぜひねやってみてください。もうねカットしたら輪っかになってるんですごく使いやすいです。これね本当に皆さんから良いアイデアをいただいたと思います。ここの折り込みもね皆さんからいただいたアイデアで、このね両面テープ、今回前回のね前、マスクの作り方よりも、はるかにこう少なくできてるんですけど、このあたりも皆さんからいただいたアイデアです。このようにね皆さんからいただいたアイデアで、まあ、さらに快適なマスクが出来上がりました。ただあとエアコンフィルターに関しては本当賛否両論ありました。賛同される方もいらっしゃいましたし、これはダメだという方もいらっしゃいました。その金属アレルギーの人とかね、まあそれはちゃんと書いてありますけど、まあそこに関してはもう皆さんのご自身のね意思で決めてください。僕はね全然つけてて大丈夫ですけれども、本当に嫌だと思ったら例えばこのねキッチンペーパーを二重にして作るとか、そういうことでもだいぶ改善されるとは思いますので、そのようにしてください。でまたね、皆さんからたくさん意見をいただいて、その意見がねまたいい意見がたくさん集まってきたらまた改訂版を作りたいと思います。これでね、まあ、今ね本当にマスクがまだ手に入らない時期ですけれども、このマスクがね大量に作られて皆さんの手に行き届くまで、この改訂版は僕も作り続けていきたいと思います。ではね今日はこちらで失礼したいと思います。この動画が良いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。マスクつけたままですいません、失礼いたします。よろしくお願いします。 See you next time.